皆さんこんにちは。株式会社パテントインベストメントの草野です、今回はですね、特許編の10億超え特許訴訟佐藤の切り餅事件ということで、前回に続いてですね、今回はですね、その佐藤の切り餅が、侵害してしまった越後製菓の特許についてご説明していきたいと思います。で、内容はですね、すごく簡単で、こんなんで特許になるのというような声もあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、今回の内容をご参考にしていただければと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いします。はい、それではですね、特許の内容を見ていきたいと思います。で、今回のその特許の内容というのはですね、この越後製菓の特許なんですが、ここに書いてある通りになります。で、実は内容すごく本当にシンプルでして、まずこの直方体状のものがですね、これはお餅ですね。で、特許の内容というのはですね、ここに青の線で書いているように切り込みが入っているというものですね。で、つまり餅の横の部分に、線状の切り込みが入っていると、こういった内容のものが、特許になっています。で、実際のものをお見せしますと、これですね、これ実際越後製菓のお餅です。で、僕はわざわざスーパーで買ってきました。で、実際ですね、商品を見ると、側部に切れ込みがやはり入っていました。で、その切れ込みの部分をですね、僕はこのように、青字でなぞって、分かりやすいようにしております。実際このようになっているということですね。なぜこのように横に切れ込みを入れたかというとですね、これは皆さんも経験がある方多いと思うんですけども、切れ込みの入っていない餅を網の上で焼くと、それが一部分的に膨張して、それが網についたり、あるいは落下したりとか、そういったことがあると思います。で、網についたりするとそれがさらに焦げて、で、取れにくくなってしまうと、そういったことが問題としてあったんですね。なので、それを解消するために、このように横に切れ込みを入れて、で、それで均一にお餅が焼き上がるようにしたんですね。そうすることによって、部分的に膨張してこびりついたり落ちるということが減ったので、それによって問題をかなり解消できたということになります。それが特許としても認められたということになります。同じようにですね、佐藤の切り餅の方もこのようにですね、まず側部に切れ込みが入っていると、で、加えて上下、上と下にもこのようにですね、十字の切れ込みがあったんですね。で、こちら分かりやすいようにお餅に書いてみたんですけども、これ実際の佐藤の切り餅ですね。で、今の佐藤の切り餅は上下面にしかないんですけど、切れ込みがないんですけども、当時、売られていたお餅に関しては、このようにですね、横に切れ込みが入っていて、でかつ、上下面に、切れ込みが入っていたと、こういったお餅でした。で、訴訟の際にはですね、その越後製菓のこの特許の内容をこの佐藤の切り餅が、侵害しているかどうかということが表し問われたんですけども、で、これはですね、すごく判断が分かれまして、というのも越後製菓の特許、これシンプルに考えればですね、餅の側部に切れ込みが入っているということなんですけども、それで考えれば佐藤の切り餅は越後製菓の特許侵害ということになります。ただですね、実際越後製菓の特許の内容の書き方がですね、もうちょっと複雑で解釈が分かれてしまうような内容だったんですね。なので、その侵害非侵害が争われたということになります。で、どのような内容が書かれたかというと、今ここに書いてみたいと思います。はい、越後製菓特許にはですね、特許の内容の文章のところでですね、このような記載がありました。以前ですね、その特許ってどういうふうに表すかというと、その文字、文章だけで表すというふうにお伝えしました。で、その時の文章にですね、このような文章が書いてありまして、上下面ではなく側面に切り込みの入った切り餅というような書き方でした。で、これ実際の文章とはちょっと変えてよりシンプルに話しているんですけども、内容的には、本質的にはこれと同じということになります。で、ここで着目すべきなのはですね、この上下面ではなくという文言ですね。こちらです。
で、これがですね、どういう意味になるかという解釈が2パターンに分かれまして、まず一つは、その、上下面に切れ込みがなくて、側面にだけ切れ込みがあるということですね。まあ、つまり、このような切れ込みということになります。で、もう一個の解釈は、単純に側面に切れ込みが入っているということを表すために、上下面ではなくという文言を加えたという解釈でして、その場合は、上下面に仮に切れ込みがあっても、まあ、それも、この特許の内容に入るということですね。なので、前者だと特許は狭く解釈されて、後者だと、まあ、広く解釈されるということですね。で、もうちょっと分かりやすくですね、図に書いてみると、はい、図にするとですね、このようになります。つまりですね、その越後製菓の特許が、この側部だけに切れ込みが入った切り餅だけが、権利の内容となるのか、それとも、この側部と、あと上下面、両方に切れ込みが入った餅も、まあ、その権利の内容に含まれるか、ということが争われました。まあ、実際のお餅で見るとですね、この側部だけに切れ込みの入ったお餅か、あるいはこの上下面と、あとこの側部、まあ、両方に切れ込みが入っているお餅も含むのかということですね。で、これ両方含むという解釈になれば、当然佐渡の切り餅がその特許侵害となる一方で、餅だけが特許の内容として認められるということであれば、この佐渡の切り餅は侵害ということになるということですね。で、そこは第一審の地裁ではですね、これがこっちだけ、権利の内容はこちらだけだということで、非侵害と、侵害ではないという判定だったんですけども、ただですね、その二審、地裁高裁の判断でですね、まあ、こっちも権利の範囲に含まれるということで、佐渡の切り餅が特許権侵害をしているというふうに認められました。で、まあ、この事件を見るとですね、その、まあ、上下面ではなくという文言がなければ、すんなり佐渡の切り餅も、侵害という判断になったと思うんですけども、まあ、そういった文言があったので、今回ですね、解釈が分かれて、その裁判所の判断も、分かれたということになってしまいます。特許の内容はですね、まあ、以上になるんですけども、まあ、今回の件で、まあ、僕が、言いたいところはですね、大きく2つあります。でまず1つは、特許っていうのはですね、まあ、このようにすごくシンプルな内容であっても、特許として認められることがあるということですね。で、特許としての要件は、まあ、簡単とか難しいとかではなくて、まあ、世の中にないような新しいものであって、まあ、かつですね、まあ、従来なかったような効果があれば、それはですね、特許として認められる可能性が十分にあるということですね。なので、まあ、このような実際ただ単に切れ込みを入れたものであっても、まあ、特許になるということで、言ってしまったら誰でも思いつけるような内容ですね。まあ、そういったものでも十分になるということになります。で、二つ目はですね、その特許の内容を、まあ、文章で表す際には、なるべくシンプルに書くということが大事になります。まあ、今回で言うと、この上下面ではなくという文言を外して、単純にその側面に切れ込みの入った切り餅とか、まあ、そういった風に表せばですね、より広い権利、まあ、つまり強い権利が取れたということになります。で、これに関してはですね、やはり弁理士の方、その特許の内容を書く弁理士の方の腕に左右されてしまうんですね。で、特許の仕事をしたことがない人っていうのは、なかなかその文章が無駄が多いのか少ないのかっていうのがわからないんですね。やっぱり経験がないとどうしてもそこは難しいです。なので、その弁理士の書いた方の特許内容を第三者にチェックしてもらうということが大事かと思います。で、理想を言うとですね、その会社の中に知的財産部という部署を設けて、あるいはその知財担当者を配置してですね、その人に確認してもらうということですね。で、まあ、大企業だと知的財産部があってですね、まあ、そういったことをもちろんしてるんですけども、なかなか中小企業では難しいというところもあります。なので、そういった場合はですね、外部の知財コンサルタントとか、それから、知財アドバイザーとか、まあ、そういった方を、に依頼して、で、それでチェックしてもらうということが大事ですね。
言ってみれば僕みたいな人ですね。でそして、弁理士と、もう一人置くことで、二重チェックをして、しっかりとした権利を取るというのが大事になっています。やはりですね、その自社の商品サービスを、十分に保護して、他社が、真似できないようにするということが大事なので、それができなければですね、あまり特許の意味がなくなってしまうので、そこはですね、しっかり入念にやる必要があるかなというふうに思います。それではですね、今回の内容は以上になるんですけども、今回のですね、すごく分かりやすい例で、やっぱお餅という分かりやすい題材で、かつ特許の内容も簡単ということで、今回の事例はですね、すごく参考になるんじゃないかなというふうに思います。で、やはりですね、その特許侵害によって、これだけ15億超えという額も動くので、特許の力をですね、過小評価せずに、かなり大きいものになるということもありますので、その辺も認識しておいていただければと思います。それではですね、今回の内容は以上となりますので、これで失礼させていただきます。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画もぜひご覧ください。